90年代おすすめの少女漫画5選。一つ目、ママレードボーイ。ヒロインとヒーローの両親が破天荒すぎた結果、異様な同居生活がスタート。甘くて苦い、まさにママレードなストーリーです。二つ目、僕の地球を守って。現代日本に転生してきた異世界人としての前世の記憶を持つ7人の男女の SF 物語。スピリチュアルブームのめちゃめちゃ影響を与えた作品です。三つ目、姫ちゃんのリボン。ボーイッシュな姫子が魔法のリボンを受け取り、冒険するファンタジー作品。リボンをきっかけに恋や友情と向き合って成長していく姿を応援したくなります。四つ目、少女革命ウテナ。一言で表すと斬新で奇抜。同性愛、近親愛、様々な愛憎が生々しく描かれてて、とにかく衝撃的な作品。5つ目、目立たないヒロインがイケメンに見染められる的な少女漫画の王道に一石を投じた名作。心の内をさらけ出すヒロインに当時も今も読者の心を震わせます。天使なんかじゃない。